株式会社は、マス氏は、主に、は、マス氏ブランドで、日本全国に回転寿司店と通常の寿司店を、チェーン展開する企業、全商グループに属する。本社所在地は、全商ホールディングス本社に同じ。牛丼チェーン、スキヤなどを運営する、株式会社全商が、回転寿司事業への、は、マス氏の、浜は、全商発祥の地、横浜と全国の、 浜の意味を持っている。なお、全勝は一時期、カッパ寿司を運営するカッパクリエイト、寿司ローを運営するアキンド寿司ローを参加としていたこともあるが、いずれも短期間でグループを離脱しており、現在資本関係等はない。2009年12月から、全店で、寿司全皿平日90円キャンペーンを開始した。ただしショッピングモール内など一部店舗では、実施していないほか、 2019年頃より、東京都内などを中心に徐々に縮小傾向にある。2017年6月には、店舗数が472店となり、スシロー466店、クラスシ417店、カッパスシ341店を追い抜いた。2017年2月からは、従業員の負担軽減を目的に、全店で、人型ロボット、ペッパーを設置して受付対応をさせていた。 その後、2020年以降は順次通常のタッチパネル受付機を置き換えられている。ロゴにおける英語表記は長らく、浜寿司であったが、2020年末のロゴ刷新後は、浜寿司に改められている。水戸笠原店卓上の数種類の醤油寿司は一部を、除き全皿100円、平日90円で販売。メニューは90種類あり、寿司だけでなく、味噌汁、うどん、 ケーキなども提供している。また、店内席には5種類の醤油を備え付けており、特製だし、醤油、関東風濃口醤油、関西風甘口醤油、北海道日高昆布醤油、九州甘口刺身醤油、まろやかポン酢の中から選べるほか、タッチパネルにて無料で、減塩醤油の提供も可能。なお、醤油皿は置いていない。スマホアプリは、 鍋の会員になると、クーポン取得や、座席の優先予約が可能。従前の店舗は回転レーンによる回転寿司店として展開されていたが、近年の新規店舗では回転寿司店ではなく、ベルトコンベアで注文された商品のみを提供するストレートレーン店舗の形態をとっており、既存店舗でもリフレッシュ工事を施すことで、ストレートレーンを導入する店舗が拡大している。 一部の店舗では実験としてハンセルフレジが導入されている。完全なセルフではなく支払い方法の選択、クーポンの適用など基本的な操作は従業員が行い、現金の投入やコード決済などは客自身が行うというもの。都市部の店舗では出前サービスとして出前館、ウーバーイーツを導入している。どんぶりぶりや定番セットサイドデザートや ソフトドリンクを販売している。ありがとうございます。